こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ウィーニングボスト9 2021ライブ配信始めていきましょう。2008年9月1週からスタートです。ウィーニングボスト9 2021。はい、いつも通りツイッチで配信を行っております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。プリーズツイッチ、アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブ2日後に YouTube で、プレミア公開いたします。2日後、12日21時からですね、プレミア公開予定です。ぜひアクセスしてください。アカウントフォロー、YouTube のチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。 YouTube ライブ、マイ YouTube チャンネル、This ライブアーカイブアップロード Today's After、 マイ YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスしてください。アカウントフォロー、ポストのリポスト、いいねお願いします。ツイッター X アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では行きましょう。9月1週ですね。今週は、もう出走は2頭だけか。金引きと天の想定内だけ。まあ、クラブ場もあるかもしれませんが、行きましょう。ウッドウォードステークス、金引きに登場、一番人気です。まあ、もう金札獲得しちゃってるんで、さっと行きましょう。レースです。サルトワ競馬場 G1 ウッドウォードステークス、ダート 1800m です。夜もやるよ、一応やる予定です。対抗立志伝をやろうかなとは思ってます。こちらアメリカのサルトワ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。デクランズムーン、好スタート。ニトロ&レナ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくデクランズムーン行きました。続いて前へ行くのはニトロ&レナ、さらにはグリーシャンスピードウェイ、最強王者金引きり、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。デクランズムーン先手を取りました。少し離れてブラザーデレク続いています。これに続くのがチャプターオーシャン、その外にギャレイレベランス、並んで栗色の馬体リスクワルツ、内からはオーバーコールパーキング、ピンクの帽子ラストクラナック、その後ろ、その横にチャートソード、ポスターレポート、この馬もこのグループダッシングカルパーニア、それに続きます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてペクランズムーン、まだ粘っています。金引きりほとんど差がありません。ニトロアンブレラ3番手金引きりいい位置です。さあ先頭を伺う金引きり、後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は金引きり、もう楽勝ですね。まだ持ったまんま、この差は果たして縮まるか。追い出した。残り 200m を通過して後続は大きく離れた。はい、しっかりぶっちぎり。2番手はギャレイレベランス、金引きり独走、圧勝です。ぶっちぎりです。2着はギャレイレベランス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。大差、
新潟記念です。天の想定内2番人気スイヒトカレントとの争いになりそうです。ダイジェストいきましょう。新潟 G3 新潟記念芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ、上がってきた。天の想定いない。先頭残りあと 400m。 先頭に早くも抜け出しましたから、天の想定いない。先頭勝てそう。一気に後続が襲いかかってきた。2番手は内から来ている。一気にスイフトカレント、あー抜かされた。スイフトカレント1着、2着は天の想定いない。3着にネバブション。スイフトカレント見事1番人気に応えました。嘘だろ、同じ客室でか。仕掛けが早かったんだな想定内。小倉2歳ステークスクラブ馬凱旋武士一部ですが、天のロンバケですね。母親は人気はエルテールか。まあ、波乱要素が結構多いですが、ダイジェストいきましょう。小倉 2歳 G3 小倉2歳ステークス芝 1200m 電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。エルテイル先頭、外から勢いよくスリッピーアミーが先頭、2番手はエルテイル、スリッピーアミーが先頭だ。スリッピーアミーが1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたスリッピーアミーガ。うん、さあ海外遠征3頭とブエナビスタ。ん？ブエナビスタってまだ G1 勝ってない。まあでもシーダーからいいのか。アテネは横山か。まあでも厳しいんだろうな、早めってこともあって。アテネはもう江戸戦記もは一緒ですか。朝日杯フューチュリティステークスを取ってますが、ね、初音ミクはデビューしたばっかりということですね。29戦24勝。どうするかな。まあでもこれしかないな。稲井さん、馬第一主義の稲井さんです。さてと、ちょっと疲れが溜まってますね。しかし確か海外で大きなレースやるんじゃなかったっけ。気のせいか。カドラン賞、凱旋門賞は芝ダートだからな。まあもうチャレンジするしかないっすね。安藤のままでいきます。どうしよう。あまり休ませると調子がガッて落ちた状態で出るからな。もう一周ちょっと様子を見るか。そして想定内か。想定内のローテは固
勝てるかと思ったのにな。もうこのように2着3着で本当に前線馬となっております。実は1勝してるんだけどな。なるほどね、1200か。2000は微妙に長いのかもしれないんだよな。まあスプリンターズ出る、まあでも出てもいいけどな。でもまずは、あ、でも何が出てんの、想定内、あ、金車さんに任せないとダメだな。え、これは芝だな、芝限定だ。疲れてるからな。毎朝感じゃないな。やっぱり G3 ぐらいのレベルがいいんだよな。ポートアイランドは千の風がいる。ヌラスラインか。片輪つけ。賞金がこれだったら結構世話されるぞ。58キロか。悲しいな。こうして勝てなくなっていくんだなっていうのがなんとなくわかる。低いよな。52。ウッドバイマイルステークス天のゲド戦記です。3番人気か。1番人気、118なんで点数あるでしょう。ライバルはソングライングリッドとなっております。調子いいからちょっとかなわないと思う。先方はまあ差しのままでいいか。ここはダイジェストで、ウッドバイン競馬場 G1 ウッドバインマイルステークス芝 1600m をマイル戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。内から来ている。チャーミングアーバーサンド先頭、内からぐんぐんと天のゲド戦記先頭、あと 200m 天のゲド戦記さらに足を伸ばす。なんか急激伸びてきたのは、いや粘った、勝った。2着にはどうやらベンチュラ、3着にキャナンエイビアンス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のゲド戦記僅差ですが粘り切りました。世界に誇れる馬です。G1 2勝目です。ようやく ガツン、スピードあるんです。鉄砲いらない。モイグリアスタートステークスブエナビスタです。2番人気1番人気がまあでも実績ないからな。1番人気カーリナえアラシア、わからんな。流動的ですからね、この辺は。1番人気は差しか。まあでもそのまましときましょう。レースです。から競馬場 G1 モイグレアスタートステークス芝 1400m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。インサイドスピアフィッシュ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してインサイドスピアフィッシュ、花に立ちます。その後ろからはピックダウンフィッ、この馬も上がっていく構えです。前に戻りましょう。カウンティクラクトル先手を取りました。その外からピックダウンフィッ、内からはセントロコンスイング、その外にファイブカット、エンジェルフォールズ、それに続きます。その外にインサイドスピアフィッシュ、シンディペタル、そのうちに続いています。内からはシャトーアトラクティブ、その外にアラマオペラ、前はカウンティクラクトル、ピックダウンフィックほとんど差がありません。セントロコンスイング、3番手ブエナビスタ、この位置から届くのか、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカウンティクラクトル、残りあと200m、 でもいい伸び足してますね、ブエナビスタ。王者の争いだ、頑張れ。 200m を通過して、さあ先頭は今度はブエナビスタ、頑張れ、粘りきれ。アゲイン、赤。2番手はブエナビスタ、カーリナーラリア、カーリナーラリア1着、2着にはどうやらアゲイン、勝ったのはカーリナーラリア、見事な勝利です。さ、良い伸びをしたんですが、最後バテてしまいました。メイトステークスですね、赤ターン一番人気ですが17、まあレベルが低いんだよな、ここは。勝ってくれてほしいレース。レパーズダウン競馬場 G1 メイトロンス、アイルランドメイトロンステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。カシミヤハリウッド前に行きそうです。ストライキングアラマ、それに続いています。ギャラントスーパースター、後方から先頭に戻りましょう。フリスキーアーク先手を取りました。並んで G13 勝ストライキングアラマ、すぐ隣にアポリネアフィニクス、タングリングサバンナ、そのうちに続いています。黒の帽子グリーシャンエルフ、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。好位置をキープしています。カタノアテネ、その隣にカシミヤハリウッド、内からはサプレザ、その後ろにハードトソフィア、その後ろにマッチアレグロ、並んで13番シンガポールミュージックアーティスティックブレッド、この馬もこのグループ。先頭は依然としてブリスキーアーク、2番手はストライキングアラマ。いいですね、いい上がり方をしているカタノアテネ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。持ったまんまだ。ここで先頭はカタノアテネ、リードは3馬身以上、その差が広がります。どうも軽かったな、このメンバーは。2番手はハードトゥー、やりましたね、勝っちゃいました。ナイス、圧倒的な強さを見せました。2着はグリーシャンエルフ、勝負は低いのも、ソフィア、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノアテネ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。カタアテ勝ってくれました。鍋底なんで、もう一回蘇ること可能じゃなかったっけな。まだ諦めきれないのかな。おお、しかも待望の海外遠征をここでゲットです。アスター賞です。刀初音ミク、天野初音ミクですが、4番人気か。だら父だらかにがいるな。だらかに買った馬だよな。さあ先方変えられますが、まあ変えんでいいか。ダイジェスト、中山2歳1勝クラス、アスター賞、芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。行為抜け出した。天野初音ミク先頭、残り 200m、 先頭は天野初音ミク、いいんじゃないでしょうか。天野初音ミク差を広げる。天野初音ミク、OK、強い天野初音ミク、圧勝ゴールイン。2着はガノンカモン、3着にアンリバルド、ね、これは桁外れの強さだ。天野初音ミク
さすがボーカロイド。シオンステークスです、クラブバー登場。1番人気凱旋たらこ、2番人気オディール、4番人気マイネネーゼル、ヒストリックスター、ちょっと11番人気と劣りますが、4と一気に出走です。凱旋たらこがこれは人気ですね。人気ってかグリグリですね。ダイジェストいきましょう。中山 G3 シオンステークス3歳牝馬限定芝 2000m、これは秋華賞トライアルですね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋たらこ先頭、残り 200m、 凱旋たらこさらに足を伸ばす。凱旋たらこが抜け出した。オディールと凱旋たらこ、この馬で決まりか。先頭は凱旋たらこ、1着でゴール、2着はオディール、凱旋たらこ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。エニフステークスクラブバー凱旋マーク、マー君案外やな。ようやく2勝クラス勝ったばっかりですからね。ダイジェストいきましょう。さあ直線に入りました。お、先頭を伺う勢い。先頭突き放しにかかります。あと 200m、 先頭は依然として凱旋マー君、2番手はアウトブルー、凱旋マー君差を広げる。先頭は凱旋マー君、勝ちましたね。粘りました。2着はアウトブルー、これは桁外れの強さだ。凱旋マー君、京成杯オータムハンデ、これもクラブは3頭出走です。ジョリーダンスですね。一番人気はで、東証白子が本市本命となっております。サンバレンディンとかダイジェストですね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。混合力士を先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わって東証白子だ。2番手はアドマイヤオーラ、先頭は東証白子、1着でゴール、2着にはどうやら凱旋キアイダー、キアイダーだ。アドマイヤオーラ見事に勝ちました。東証白子、キアイダーあんまり人気ないよな。さあ、海外が2頭、出雲武豊か、それから天野エネループがネラジオ日本賞、 ローズステークスは秋華賞トライアル、天野イナバウアーが出走です。ハニカミ2歳馬ですよね。前回 2着で惜しかったんで、このリベンジですね。燃えております。天野さくら、なかなか厳しいとは思いますがね。空いたレース挑んでいきます。お、アテネが、そうですね、ゲド戦記も粘り切りましたからね。ゲド戦記アテとも勝利できたんで嬉しかったです。ベナビスターちょっと残念だったですね。どうなんだろう、もっと距離伸びた方がいいんじゃないかな。ベナビスターは
2日では大丈夫なのかな。うん、でも今週では休ませないといけないよな。この辺出たいんだよな、本音は。手をローテも考えないといけないよな。冬ソナって急所か。だから主戦のエビナにしたんだけど、まあ普通に竹豊でいいような気はします。あれなんでかぶってんだ。そうか、アテネをどうするかですね。アテをローテがな、問題だよな。普通に考えたら、ちなみに10月出れるのは10月5週以降、1900から3000メートルだから比較的長距離。エリジョかな、エリジョだよなこれ。あー、ダイワスカーレットが出てくるのか。でも11月でいうと出すレースがないですよね。あとこのぐらいだもんな。ここ出て勝てると思うのかな。ダイワスカーレットに出させてエリジョを出しそうか。距離は伸びた方がいいからな。で、ね、代わりにダイワスカーレットは11月1周レースに出すからか。フラワーボールってお金稼げんの？そんなに言うほど稼がれへんや。まあ、でもバカーレがいるんで、バカーレの花折りたいっていうのはあるんですよね。あ、それが目的ですよね。エリジョはやめときます。2000がベストですからね。なんせこれで、ブエナビスタは、うん、ゲト戦記どうしよう。これからの馬ですからね。考えたいな。7000しかやってないしな。マイル？マイルだな、この馬は。カンタラステークス、これ出そう。ユキエナにっこりしだしましたね。オニールって2着じゃなかったっけ、この前の。ああ、武士一部か。そう、大人の趣味なんだよな。マイルへ活躍できる馬。体が弱い馬の方が応援したくなる。ふわー、ひどいな、天本こと。いい守護馬の子。一番人気をプレッシャーを跳ね返して勝てたい。王道路線ってことかな。あ、ローテ見てみよう。
月3週は10月1週以降で勝ちたい馬ってなんだろう。ハウルだな。ハウルに力を投入したい。ハウルいい状態だけどな。投手上げる。投手は上がってる。スマートファルコンか。あとまあ覚醒だからな。マナミは条件を満たしている。フェイトはこれからだ。瞳閉じてはまあもう無理。iPod か。 iPod に何かを与えてやるってこと。なんだろう、わからんな。まあそんなに投入するメリットがない。むしろ全体に投入した方がいいと思います。ビクトラールピサ、互角。ミナバウアーですね。ベルメン優勝、天の桜です。2番人気だ。あー、キサルカバちょっと厳しいですね。これはってみるか。ダイジェストいきましょう。パリローンシャン競馬場 G1 ベルメイユ賞、芝 2400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。外からなんだあれ。先頭前に迫る天の桜、ザルカバ先頭、あと 200m。 頑張ってるザルカバ。桜、あーでもザルカバ引き離された。2番手は天の桜、ザルカバ強い強い、ザルカバ圧勝ゴールイン。2着は天の桜、3着にグラフティードライン、勝ったのはザルカバ、見事な勝利です。金量か。いつも出てくる金量の壁。ビーセントオブライエンステークス、天の神込みです。3番人気となります。まあ混戦ですね。わからないな。先方前に行く馬多いけどな。でもそんなに変わらないから、やっぱり強み生かした方がいいですよね。ダイジェスト、カラ競馬場 G1 ヴィンセント・オブライエンステークス、直線の芝 1400m です。前は天のハニカミ、2番手はミラーシンガポール、リップバンウィンクル3番手、残りあと 400m。 さあハニカミ粘れるか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過してマスタークラフツマン追い上げてきた。マスタークラフツマン抜けた。2番手はブッシュレインジャー、先頭はマスタークラフツマン。1着でゴール。2着はブッシュレインジャー、3着に天のハニカミ、勝ったのはマスタークラフツマン。人気通りとなってしまいましたね。ラジオ日本賞はマノレメレウエネループ1番人気グリグリ、これは勝ってるでしょう。ダイジェストいきましょう。中山オープン特別、ラジオ日本賞ダート 1800m です。短い直線に入って抜け出した。後続は届くかどうか。あと 200m、 天野エネループ余力は十分。さらに引き離していく。後方から一気にボリーブデコア、2番手は最後はぶっちぎりでした。天野エネループ今ゴールイン。
段違いの強さです。2着はオリーブデコア、3着にオートリーディンキー、これは桁外れの強さだ。アマノエネループ、まだ3歳ですからね、これからです。G2 ぐらい行ってもいい感じはあります。ローズステークス、まあ、のイナバウアーです。さあこちらは秋華賞トライアルとなっております。馬のイナバウアーグリグリですね。相手7テーマミッション、ダイジェストいきましょう。阪神3歳牝馬限定 G2 関西テレビ放送賞ローズステークス芝 1800m 秋華賞トライアルです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天の稲バウアー先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。内で食い下がる天馬ミッション、あでも強いなこれ。稲バウアー大きく引き離しました。2番手は天馬ミッション、ぶち切った天の稲バウアー、この馬で決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天馬ミッション、稲バウアー出た牝馬さんが少しなるかもな。本番に向けて夢が広がります。ちょっとローテ考えないと、チームオーダーを敷かないとな。イナバウアーにやられて3冠取れないと、今後あと配合にも影響するからな。海外行ってもらおうかな。音楽いいですよね、みんな。ウィッポの。さあ、iPod とアミーゴです。ん？これってどこのレースだっけ？今回の。え？え、何のレースに出るんだ？ OK。一応決定としときましょう。来週、今週は海外なしですね。さあまず初音ミクです。スター賞を勝ってくれました。勝ったけどな、ぶっちぎりじゃなかったんだよね。まあ、恐れなんで、どうしよう。マイルか、この馬。アルテミスステークスあたり出してみましょう。ドバイってどんな馬だ？ミスプロ系ですね。まだどんな馬かは決めかねてる状態です。ブラックキャビアのデビューが近い。天のヒーローもデビュー近い。さあ、天の椿が当然狙っていきますが、まあ、一周放牧すればいいやろう。今は4勝か、天の椿。当然天の椿シュートを敷きます。イナバウアーをどうするかですね。G1 取ってないんだよな、まだ。万世か、この馬。まあ、強いですよね。万世にもかかわらず。
圧勝でしたからね、ローズステークス。パワーがまだわからんのか。でも休ませて秋華賞には出ずに10月5週以降で試してみるっていう策。距離はちょっと長めですね。エリジョとか、いずれも、なんだこれ、違いはわからん。ロデオドライブとフラーボールの、まあどちらにしても、あ、これこの辺り、この辺りで出してもいいかもね。あとはオペラ賞とかロワイユ賞とかもいいかも。ん？あれ？あ、え？エミレーツ、エミレーツ結構穴場だったような。あとはまあアメリカンオークスだな、これは出すよな。まあこれと一緒に何を出すかだな。エミレーツステークス出てみますか。で一周でいいと思います。この辺はそんなに、これってキズナコマンド C できないよな今は。オーケンブルースリーってどうなんだろう距離。まあでも1008よりは長い方がいいかもね。10月一周のレースが多いな。ゼニアッタはこれでリーチですね。最近の成績はいいんでしっかり勝ってほしいとこです。アマノハウルもそうだ。起点も出るんですね。まあどうなんだ、あ、分からんな。一周休んでもいいかもね。で iPod が凱旋門賞、あーなるほどな。いやこれはまあ無理ではないか。みんなじゃなくて竹豊ですね。クイーンザベス2世ステークスか。どんなメンバーが出るんだろう。まあラモンティとかニューアプローチとか超一流メンバーが出ますね。まあ iPod は出ていいと思います。なんせあの G1 取ってますからね。で、アマノアミーゴ。どうかな？いや、9勝で達成はしてるんだけどな。まあ、でもこの馬もマイル適性があるんで、全然出ても大丈夫。マイルチャンピオンシップ出したいよな。でも、出れないとなると、ちょっと考えますね。他のマイルに適した馬を出すかもしれません。ちなみにまだアマノアミーゴを登録しか分かってないんですよね。
出るんだ。ちなみにブログはリーチなんで、ここ春空き店出しても出しちゃいけないような気はするよな。確実に勝てるレースに出たいとこですね。あ、なんか弱い。弱いけど分からんよな。ここっていつまで？まあでも4周なると調子落ちるだろうな。3周ぐらいがやっとだと思います。地味なとこで取りたいんですよね。着弾いるんだ。ここかな。じゃあコーフィールドカップ、パワフルキッティング、なんだそれ。着弾まだ G1 3勝目か。遅め4歳。精神力ですよね、唯一弱点なのがこの馬の。想定内はこれは一種放牧させます。つきまたぎ放牧、放牧、うん、あれ、あ、休ませなくていいのか。 BCD スタッフに挑ませます。ん、あ、そうか、エビナなんだけどエビナが被っちゃうんだよな。で、天のジュピターが福永。ジュピターでもまだ4勝なんだよな。なんでこんな勝てないんだジュピター。なので国内で再起を図るっていう感じです。1200はまあ大丈夫だろうけどな。でもこれだったら王道のGBC クラシックや勝ちたいんや。いや無理やろ、勝ちたいんや。あー、でも距離適性があるのか。てかセカチューここに出すんだったら、こっちに出ましょうか。で、金車差がスプリンターズですね。いくら勝つねんっていう感じです。ん？あれ？あ、気持ちいい。ダートか。この勝負弱いな。つけはもう難しいからな。一周放牧しましょう。
JBC クラシック。勝ちたいんや、3勝か。いくら万世とはいえ物足りない成績だよな。ロイヤルオークションへ長距離戦線です。出ないからな、オルカマー。うんうんうん、5の馬はないな。ブロードストリートですね。じゃあネクスト、日本テレビ杯天野のお手で一番人気。フリー要素ダイジェスト、船橋競馬場 JPN2、日本テレビ杯ダート 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。フリオーソ先頭、リードは1馬身と外で差が詰まらない。ノートレフリオーソ先頭、フリオーソ1着、2着はアマノノウトレ、3着にチャンス到来。これが G1 馬だ。フリオーソ強い。フリオーソ神奈ステークスですね。凱旋ドンカン。ドンカンってなんだ。ドンカン、ドンカン力か。本の一瞬わからんかった。自分で名前つけたのになんでわからないんだろう。ダイジェストいきましょう。中山2歳オープン特別カンナステークス芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サーテムイッパー先頭、残り 200m、 先頭は依然としてサーテムイッパー。凱旋ドンカン抜けた。2番手はサーテムイッパー。なんとか粘った。凱旋ドンカン1着、2着にはどうやらジョーカプチーノ、3着にサーテムイッパー。1番人気に応えました。凱旋ドンカン見事です。短距離戦で中心に活躍しそうですね。そしてオールカマーです。1番人気天野小泉、2番人気天野世界に花になります。クラブは3頭出走ですね。天野小泉か。おっか、全然印ないな。ビクトリアマイル取ってるんだが、アイポッパーもいますからね。さあ世界に花先方選べます。先行策で行ってみましょう。ダイジェストです。中山 G2 産経賞オールカマー芝 2200m です。さあいよいよ直線の攻防。天の世界に花先頭、あと 200m。 天の世界に花粘りそうな。引き離しました。後ろはどうだ。2番手は天野小泉、天野世界に花ゴールイン、2着は天野小泉。これが G1 馬の実力だ。天の世界に花
いいえ、オッカーがライバルだったんだ。スミは？そして、神戸新聞杯は菊花賞トライアルとなります。オーケンブルース3が出走、クラブバー凱旋ワンセグ、キャプテントゥーでも出ます。一番人気はディープスカイですね。これは強い。確かこれ3冠かかってるんじゃなかったっけ。早くストップディープスカイと行きたいとこではあるんですけどね。強すぎて止められない勢いが。さあ、OK ブルース3は先方変えられますが、もうそのままだな。そんなに先行だからといって有利ではない。ダイジェスト、阪神 G2 神戸新聞杯3歳限定芝 2400m 菊花賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあ内から先頭を伺う。もうディープスカイ来てるぞ。先頭変わってディープスカイ残り 200m、 先頭はディープスカイ、オーケンブルース3強いな。ディープスカイでもまた内からディープスカイ先頭だ。食い下がる。ディープスカイ1着、2着にはオーケンブルース3、これが G1 馬だ。ディープスカイ、さあ僅差に食い込んでるオーケンブルース3はさすがですね。ディープスカイ距離適正ってどうなんだろうな。大量出走ですね。10月1週。天のアミーゴだけ福永か。まあ、急所上げてますからね。そしてスプリンターズ、キンシャサの奇跡。さあ秋定馬もいよいよ本番です。電撃戦を目撃せよ、連覇なるか。まあそうでしょうね。一強だろう。一強です。吉富なんだ。吉富先生なんだな。ご覧の通り。首位の一角か。3番手。金車さんは奇跡だろうな。瞳閉じてキャンキャン。この辺りが一騎打ちかな。お、50キロなんだ、キャンキャンは。これがどう影響するのか。ハンデ戦ですからね。ディープスカイ。強いよな、やっぱりディープスカイ。セールは出ない。そして天のターマちゃんがロイヤルオークショー。大体ローって決まってるはずなんだよな。金引きも BC クラシックだし、勝ちタイヤも JBC クラシックだし、世界に花ですね。どうするかです。あ、そうや、ダートもいけますね。確かに。まあ16勝してるから全然出ても構わないですが、1000、2000、
香港カップ出したいですね、本音としては。まずは海外、10月4週。あ、牝馬限定なんだ。3400、6200か、微妙だな。3000万。まあ別にこっちでもいいんです。出しましょう。で、ここじゃないよね、やっぱり。ここだよな、香港カップだよな。世界の花は、世界の花、今年いっぱいかもしれないな、引退で。ちょっとやっぱり大活躍しましたからね。イクノディクタスなんだな。血統継いでいきたいですよね、イクノディクタスの母母系の。しかも母も父も天野一郎だし。さあ、桜は JC ちょっと無理でしょうな。でも2着と頑張ってはいましたね。まあ国内ですかな、17の2700。空き店出してもいいんじゃないの、これだったら。まあもしくはエリジョですよね。エリジョ出すかな、普通に。ローテできないエリジョぴったりですから、エリジョに行きましょう。ジェシーは出さない。かぶってないな、今のとこ。キンシャサオ奇跡はこの後どこに行くかですね。62キロなんだ。ジュライの話か、それは。あ、10月中はレース出せますんで、次も考えましょう。6800万。7000万、ほとんど変わらないな。こっちはダートなんで、まあ、ローテ、休ませられるっていう意味ではこっちだろうな。ミシーダートマイルですね、気持ちいい。ちょっとここ絆コマンドを打ちましょう。鍛えます。頑張ってほしい。マツケンが調子悪い？調子上がってないな。メンタル重視になってるけど、メンタルもう重視しなくていいような感じだ。わからんな。あ、違うわ。調教方針だ。何がいいんだろうな。賢さ重視はないんですよね。お任せかなって間違えた。うわ、嘘だろ？しまった。一回間違えるとダメなんだ。さあ、ちょっと本当にアテネはここでいいのか、まあここでいいのか。メイトロン自身マイルだから距離が短かったけどな。勝てたっていうのはでかいです、要素として。
じゃあこういうとこもいいんだけど、3000までなんだ。長距離結構耐えられるんですね。ブログはコーフィールド。これって何着だっけ。9月4週、 JBC クラシックか。 JBC クラシックなのかこの馬。日テレ杯では負けてるのに。出してもしゃあないような。それって勝ちたいんやか。ブラジルカップはギリギリですね。上限です。エリジョ、エリジョ本当にエリジョでいいのか。調子に不安があるな。ウォーキングブルース3、これ距離持つような気がするよな。チャレンジしてみましょう。逆、もしかしたら逆転可能かもしれない。ずっと熊沢なんで託しましょう。馬の椿や牝馬3冠がかかっております。春日は8月5週なのに全然出てこないんだ。まだ2勝だからな。いい加減早く勝ちに行かないとね。能力もあるしな。ダートのマイル戦でも距離上限だよな。面白いんで出しましょう。
こかな。難しいな。宝アニマと絡みがあるよな。重症制覇だろうな、狙いは。マイルしか出せないんだ。ヴィンセント・オブライエン、健康値も悪いな。でもやっぱり調教方針、ああ決まってちゃってるんだ。強そうだな。ルアーブルって強いよな。とこのぐらいだもんな。ネクスト、ロデオドライブステークス、アマナハールです。一番人気130、抜けてはいますね。レースです。サンターニタ競馬場 G1 ロデオドライブステークス、芝 2000m です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オーダーシティレッドス、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオーダーシティレッドス花に立ちます。その後ろからはストライクオフ、この馬も上がっていく構えです。さらにはベリーアライブ、3番ギブブースター、その後ろストライクオフ、先手を取りました。大きく離れました。アンサリングパーク、オーシャンズリランス、上がっていきました。間が空いて応援ケース、
緑の帽子、オリオールフラッグ、その後ろすぐ隣にマックスワールド、ゴールドサウンディングズ、そのうちに続いています。並んで古豪ラブプリメラ、少し間が空いてアリアピティ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。アマノハウル、後ろから最後方にプロモスバーバリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。14番オーシャンズリランス、レースを引っ張ります。すぐ後ろにストライクオフ、そして大きく離れてギブブースター、この位置です。その隣にベリーアライブ、オリオールフラッグ、この馬もこのグループ、その横に応援ケース。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ14番オーシャンズリランス、ストライクオフ、ほとんど差がありません。ベリーアライブ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ外から持ったまんまで上がっていく、残り 200m を通過して抜け出した、カーブを一気に仕切ります。やりました。アンサリングパーク完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアンサリングパーク、3着にベリアライブ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キザレベルアップ。そして、オーサムアゲインステークス、ゼニアッタ一番人気、これを勝つことで G1 発勝金札が決まります。ただウォーパスが結構強敵なんですよね。なので安心はできません。勝ってもらいたいレースです。サンタニタ競馬場 G1 オーサムアゲインステークス、ダート 1800m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。スワラージレベライン前に行きそうです。マイズウルフ、それに続いていますアッパーグッドリー、どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはウォーパス、すぐ後ろにマイズウルフ、その隣にスワラージレベライン、その外からノービズライクショービズ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、さらにはウェイバーエア、その後ろにバッフドスタルーラ、並んで1番シェマコシャンハイ、アンガールアロング、すぐ後ろその後ろにオーサムサプルメント、オレンジの帽子ビッグジミニー、その後ろすぐ隣にオールマイレッスン、すぐ後ろにマーケトリーコーラス、アッパーグッドリー、そのうちに続いています。最後方にゼニアッタ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで各馬抜けることができるのでしょうか。先頭は依然として4番ウォーパス、2番手はノービズライクショービズ、直線もそんな長くないからな。サンタニタ上がってきた、後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のさあもう先頭を伺う。200m、さあ先頭は外からゼニアッタ、2番手はウォーパス、ゼニアッタスピード違い、ゼニアッタ圧勝ゴールイン、2着はウォーパス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。これで金札獲得です。ゼニアッタ、フラーボール招待ステークス、ダイワスカーレットです。一番人気、おっとバカーレット、そうです、バカーレットぶつかります。ダイワスカーレットはすでに金札を確定しております。なのでここはですね、バカーレ潰しですね。強いですからね、バカーレ。これで見る通り。
これがバカーレです。力が上位の馬、切り替えできるんだったっけ。そしてダイワスカーレット、1.9 倍の一番人気。さあレース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 フラワーボール招待ステークス、芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。カリビアンバチア、これは遅れてしまいました。まずは先行争い、スタート悪くはない。立つでしょうか。ダイワスカーレット、大外ですかね。ダイワスカーレット、さらにはバカーレ、8番サウスジェットビーナス、その後ろギフトエニス、先手を取りました。すぐ後ろにグッバイトラップ、カタミアスタンプ、すぐ後ろ、その外からさあスピード違いでゆっくり先頭を立とうというのか。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ヌーベルエリー上がっていきました。これに続いてエイリーンズアドラーブル、青の帽子キッズアロー、その後ろ、その横にグランドニードルズ、マリーノジャネット、そのうちに続いています。最後方にシェイクアウェッジ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。並んでおります。先頭から最強女王ダイワスカーレット、一気に先頭に立ちました。バカーレと並んでますね。バカーレ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として14番ダイワスカーレット、バカーレほとんど差がありません。間を挟んで、さあ先頭に躍り出たバカーレ、どうなる。逃げ切れるか。もう一回巻き返してくるかもしれないですね。さあバカーレ並んできたか。最終コーナーをカーブして、ああバカーレが勢いがいい。日米王者意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 先頭は変わってバカーレ、2番手はああやられた。バカーレ先頭だ。バカーレ1着、2着はダイワスカーレット、3着にグラッドネスサキン。バカーレここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。そんだけ強いのかバカーレ。やられてしまいました。強いですねバカーレ。ジョッキークラブゴールドカップスマートハルコンで3番人気か、まあ、まだ成長しきってないってことなんだろうな。まあそれでも127がいます。ここにはカーリンビッグブラウンが控えているので安心はできないっていうか、まあだから3番人気なんだけど、引いてみましょう。先行策レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 ジョッキークラブゴールドカップダート 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コメンテーター好スタートを切りました。ガイドブックノバ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはコメンテーター、さらにはラストクラナック G1 馬マンダリンボーイ、その後ろコメンテーター先手を取りました。少し間が空いてアインシュタイン、並んで7番ビッグブラウン、その隣にウェルアームド、緑の帽子スマートハルコン、いい位置につけました。ラバマン、そのうちに続いています。青の帽子プレミアムタップ、その後ろすぐ後ろにカーリン、内からはルアーゴンファロン、並んで古豪オリエンテートウォーカー、最後方にダンスーズノーベンバー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう、ね、14番ワンダリンボーイ、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。コメンテーター
マンダリンボーイ、ほとんど差がありません。ガイドブックノバ3番手、スマートファルコン B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコメンテーター、離れてラストプラナック、行きっぷりが良くない。スマートハルコン、スマートハルコン、いやこっからだ。最終コーナーをカーブして中終わってきた。入りました。残り 200m、 外から来ている。意地のぶつかり合いだ。カーリン抜けた。カーリンが、スマートハルコン、カーリンにかわされてしまった。カーリン1着、2着はスマートハルコン、3着にコメンテーター。カーリン、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。あー、またも負けてしまいました。シャドウウェルタフマイルステークス、アマノアミーゴです。1番人気131、ソングライン・イグリッドが強敵ですかね。あとベンチュラ・ナインサーブいますが、言うほどリーティングは高くない。なのでほぼソングライン・イグリッドがライバルということになります。さあレースいきましょう。キーンランド競馬場 G1 シャドウエルターフマイルステークス、芝 1600m をマイル戦です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、ジャイアントレッカー前に行きそうです。ソングラインイグリッド、それに続いています。さらにはナインサーブ、古豪ブルービーベルズ、その後ろ先手を取ったのはバロリスウィンク。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にドラマアルタグレイシア、好位置をキープしています。アマノアミーゴ、すぐ後ろにスティップルルネ、並んで1番ボレステスウルフ、すぐ隣にコメディパティ、リードウィルウィーン、それに続きます。黄色の帽子サウスジェットスカーレット、その後ろ、その横にアイアンネイル、最後方にベンチュラ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでドラマアルタグレイシア先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。ジャイアントレッカー、ドラマアルタグレイシア、さあ内から行こうとする。王者の争いだ。ジャイアントレッカー先頭に立った。先頭内からぐんぐんと、アマノアミーゴ先頭、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。安心圏でしょう。ベンチュラ、アマノアミーゴ差を広げる。アマノアミーゴ勝ちました。1着アマノアミーゴ完勝、2着はベンチュラ、3着にソングラインイグリッド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です、うん。10個目、福永騎手は確実に海外実績を上げていってます。さあこれで海外は終わり。地方です。リリースプレデュードです。カタノフェイト、5番人気か。1番人気はオリーブドーン。ダイジェストいきましょう。大井競馬場 JPN2 レディースプレリュード、牝馬限定、ダート 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。オリーブドーン先頭、差を広げにかかります。あと 200m、 オリーブドーン、さあどこまで差を詰めてこれるか。2番手は肩のフェイト、オリーブドーン先頭だ。オリーブドーン届きませんか。肩のフェイト、3着に祭りだわれつ、勝ったのはオリーブドーン。
シリウスステークスです。天の瞳閉じて一番人気、本誌を除いて全部20万の本誌、本命はサンライズバッカスです。 G3 に2連勝してますからね、瞳閉じては。玉のキャンキャンもいますが、あとワンダースピードあたりか。で、名称闘魂。さあ、玉のキャンキャン戦法を変えられます。差しでいってみますか。ダイジェストです。阪神 G3 シリウスステークスダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の瞳閉じて先頭、残り 200m を通過して、天の瞳閉じて伸びてきた。2番手はワンダースピード、天の瞳閉じて差を広げる。天の瞳閉じて強い強い、天の瞳閉じて圧勝ゴールイン。2着はワンダースピード、3着に天のキャンキャン、1番人気に応えました。天の瞳閉じて見事です。これでしょ。さあ、スプリンターズステークス、キンシャサの奇跡登場。一番人気です。しかもグリグリ。ここはカノヤザクラ、スーカフェニックス、オリーブ風船あたりですね。2着争いでしょう。これは海外からも、馬がいますが、ちょっと厳しいんじゃないかな。に前に行く馬が多いですね。やっぱり短距離戦っていうなこともあるんでしょうね。キッシャサオキセキはじっくり控えて伸び勝負といきましょう。レースです。さあ、中山競馬場 G1 スプリンターズステークス、芝 1200m を電撃戦、秋競馬本格スタートとなります。キンシャサの奇跡が過去の違いを見せつけられるでしょうか。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ、 G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ、最後は大外枠のアイルラバゲイン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さて、何が行くのでしょうか。ローレルゲレイロ、前に行きそうです。フサイチリシャール、それに続いていますオリーブ風船。後方から前に戻りましょう。 JJ ザジェットプレーン先手を取りました。すぐ後ろにローレルゲレイロ、後位というか中段ですね、つけてます。そのうちに続いています。その外にフサイチリシャール、少し離れて MO ウィナー続いています。さあ、先頭はまだ7番 JJ ザジェットプレーン、アグネスジェダイ、ほとんど差がありません。さあ、上がってきた。ローレルゲレイロ3番手、4コーナーを、もう先頭に伺うかい、勢い。最後追い比べ、先頭はキンシャサの奇跡、あと 200m、 あとは引き離すのみか。2番手はジェイジェイ、ぶっちぎった。キンシャサの奇跡、この馬で決まりか。圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着はダノンゴーゴー、3着に鈴鹿フェニックス、これが世界の実力だ。キンシャサの奇跡、強いウィニングランです。お、しかもレコード1分5秒5、強烈ですね、タイムも。スプリンターズステークス連覇となります。
フォートアイランドステークス天の線の風一番人気、本紙以外は全部二重丸ですね。本紙は虹をチューリップ、クラブは凱旋セネカも出てます。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ポートアイランドステークス芝 1600m をマイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。オリーブベル先頭、外から天の線の風、先頭変わって天の線の風、2馬身から3馬身引き離す、あと 200m、 後続は遥か後方、2番手は凱旋セネカ、ぶっちぎりましたね。とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアポロドルチェ、3着にメジロチューリップ、これは桁外れの強さだ。天の線の風、お、旧車の通算1500勝。10月2週は凱旋門賞、天の iPod が挑戦いたします。南部藩に天の坂町ですね。そして天の浜花盛りがデビューとなります。さて、ジェネアッタがチャンピオンズステークス、まあいいんじゃないでしょうか。調子疲れてないな。1700の2100、確かダートのその変馬の戦いが荒れてたんだよな。フルソナがいるのか。このぐらいだもんな。じゃあチャンピオンズステークカップでええや。ん？主戦でカーダクスなんか。これで。金札獲得ですね、ゼニアッタは。次ダイワスカーレット、惜しいレースが続きますね。 BC フェアリーミアタフでは巻き返してもらいましょう。スマートファルコンもチャンピオンズカップを選ぶか。でもまだ G13 勝だしな。まあ国内で勝ちを積み重ねるっていうのはありだとは思います。そうなるとゼニアッタちょっと違う路線で行かないといけませんけどね。これ三歳馬だよな。三歳馬だったらハリウッドダービーがある。他なんか出すレースあんのかな。ない。ちょっと疲れがな目立ちますね。性格熱血、これはちょっと気になるところ。熱血ってなんだ。あんまり熱血感はないな。
カーリーには勝てなかったか。さあ、クイーンエリザベス2世カップに挑みます。もう切り札確定しているので楽に挑めますね。で、カタノフェイト、完成か。さあどうするかな。でも G3 もというか重賞5連勝してるからな。あ、でも瞳閉じて今年いっぱいか。じゃあ別に出す必要ないや。禁止さはスプリントか。千の風は？ん？なんで？なんで？まあ3歳ですよね、この馬は。マイル戦もいける。ハリウッド、あ、ハリウッド芝なんだ。じゃあハリウッドダービーですね。海外重賞ポイントってなんだ。海外経験は C と岩田ぐらいか。岩田騎手、ということはスマートハルコンは違う、芝なんで適性が違いますね。これだったらマリブステークスでいいや。覚醒だからな、いいんだけど、このまま何も出ないのはもったいないとはいえ、ちょっと疲れが溜まりすぎている。スピードがまだ分かんないんですよね、バレてない。アイポッドがコンデュイとかメショサムソンも出ますね。サルカバとか、まあみんな強い馬が多いよ。レーブンズパスとかストレートアラバはもう油断できないですよね。最上位とは言われるが、あ、2300走だったんですね。カンパネ、アンチハク、アマノシャメール、マツダゴッホか。まあさあ、凱旋門賞いきなりやってまいりました。アマナイポット一番人気となります。140はすごいな。サルカバ125、ソルダオブフォーチュン122、スマッティナレーションとかか。120超える馬が、
この辺ぐらいなんですよね。逆に前に行くソルダーオブフォーチューンは怖いかもしれないです。さあレース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 凱旋門賞芝 2400m、 世界のホースマンが夢見る。憧れのレースです。世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。コンデュイット好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくコンデュイット行きました。続いて前へ行くのはシリーズデザイン、さらにはカジュアルコンキスト、 G1 2勝ソルジャーオブフォーチュン、その後ろコンデュイット先手を取りました。少し開いてフェアステューデント並んで10番、名将サムソン、天野アイポッド B1 です。その隣にザルカバ、内からはデーブンズ集団ですね。天野アイポッドはグラフィードライン、これに続くのがデュークオブマーマレード、緑の帽子ビジオンデタ、その後ろナポリコンポージャー、この馬もこのグループ、すぐ後ろにユームザイン、さらにはギャラリアコロナック、しんがりからスマーティナレーション、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。3番コンデュイット、依然として先頭、4番手かな、G1 馬カジュアルコンキスト、その後ろからはソルジャーオブフォーチュン、好位置をキープしています。アマノアイポッド、その外から名将サムソン、その後ろにスイーズデザイン、名将サムソンよりは前にいますね。並んで16番、さあ好位で4コーナー回ってきました。4番手でここでカジュアルコンキスト先頭に変わりました。コンデュイットほとんど差がありません。ソルジャーオブフォーチュン3番手、さあ最後の、さあこれが本当の4コーナーだ。カジュアルコンキスト先頭、内からコンデュイット、外からソルジャーオブフォーチュン、後方からさあ伸び合いだ。あとは先頭、内からうん、しかしなんかあんまり伸びてない感じがするぞ。先頭は今度はザルカバ、ザルカバだ。アマノアイポッド、先頭はザルカバ、一着で、あ伸びない。どうやらユームザイン、勝ったのはザルカバ、見事な勝利です。3着でしたね。ナブハイ天の瀬家中です。一番人気クラブは凱旋ハンカチも出ております。でブルーコンコルドがやっぱりモッカのライバルでしょうね。レース行きましょう。盛岡競馬場、ダート 1600m JPN1 ナブハイ、ダートのマイル王を決めるレースです。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、イズイットヨーク前に行きそうです。先手を取ったのはイズイットヨーク、その外にトロピカルライト、内からはブルーコンコルド、並んで栗色の馬体、凱旋ハンカチ、天の瀬家中、後ろからになりました。白の帽子大小ジェット、その後ろタイプスイーティー、それに続いています。その外からボーナスフィーバー、その隣に無事のウェーブ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番イズイットヨーク、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、トロピカルライト、それに続きます。ややスローペースといったところか、これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭は依然としてイズイットヨーク、
2番手はトロピカルライト。さあもう先頭を伺う。あ、もう先頭立ちましたね。あっという間だ。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防。天の瀬下中先頭、後続は大きく離れました。内で食い下がるブルーコンコルド。これは勝ったでしょう。これは強い。2番手はうっちぎりです。天の瀬下中独走。天の瀬下中うっちぎりです。2着はブルーコンコルド、3着に富士のウェーブ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天の瀬下中。さあ、天の浜花盛りの新馬戦デビューです。1番人気父マインシャフト、母トゥーザビクトリーとなっております。父まただらかにいるな。ここでも ダイジェストいきましょう。京都2歳新馬戦芝 1400m、 天の花盛りメイクデビューです。4コーナーをカーブして早くも先頭へ。これからです。天の花盛り先頭、あと 200m。 これは完全にちぎれた。天の花盛り先頭です。このまま押し切るか。ぶっちぎりです。ベアバース天の花盛り圧勝。天の花盛りぶっちぎりです。2着はベアバース。これは桁外れの強さだ。天の花盛り。はい、サウジアラビアロイヤルカップクラブはトライアンフマーチ登場です。ロジユニバース、マジソンカフェ、エルベルあたりですね。ダイジェストです。東京 G3 サウジアラビアロイヤルカップ2歳芝 1600m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ロジユニバース先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。メジロゲート必死に追います。この差は果たして縮まるか。強いな。残り 200m ちょっと届きそうにないかな。アドバンテージをキープ。追ってきてはいるんだけど、2番手はようやくトライアンフマーチ。ロジユニバース1着、2着はトライアンフマーチ、3着にテンマージャード。ロジユニバース見事1番人気に応えました。さあ毎日王冠天のシャメール登場。1番人気クラブバー、凱旋アンチ博やテイムプリキュアも出ております。1番人気は天のシャメールです。カンパニーか他は。エルサイレンス。さあアドマイアメインが大逃げで走りますね。ダイジェストです。東京 G2 毎日王冠芝 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負。エルサイレンス先頭、外から勢いよく凱旋アイチュハク先頭、内から接近エルサイレンス。さあ中終わってきた。残り 200m を通過してエルサイレンス抜けた。天のシャメールかわす。2番手はエルサイレンス。天のシャメール1着、2着はエルサイレンス、3着にサイレントプライド。まずは前哨戦を制しました天のシャメール。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。鋭い背足でしたね天のシャメール。しかもレコードです。1分43秒1って1008のタイムとしてはかなり驚異的ですね。
さあ京都大商店、これは飛ばします。ブロックか。さあオーストラリアに2頭出走、そして秋華賞天の椿は牝馬3冠をかけます。コレクターなんだ天のシャメル。さあ秋華賞です。少女から大人へと、いざ三冠へ。凱旋たらこ、この世界中も強かったですよね。さあ iPod はちょっと残念だったな。でただマイルも得意な距離ではあります。これに懲りずにクイーンエリザベス2世ステークスへと挑んでまいります。もうセカチュウはしっかり勝ちましたね。南部杯、まあレディース CL あたりかな。でもバレリーナ取ってるんだから、あ、まあまあいいのかも。この馬は金札満たしてるから全然大丈夫か。シャメールは空き店か、まあ、いいと思いますね。空き店挑ませるかな。一番取れてないんだよな。でもついに G2 取ることできたんで、 G1 クラスとなると、まあ昨年の2着馬ですからね、 G1 クラスとなるとちょっと足りないのかなっていう感じではありますが、北山ちょっとジョッキー変わるのはあんまりかなり良くないですが、かぶっちゃうのか。ハウルが横乗り、ハウルでもね、あのいや竹豊か乗せられないよな。先生行こう。ハイルマリーチェがかかってますが、海外行ってもいいかなと思う。18とかか、距離適性持つしね。まあもちろんここに出てもいいとは思うんですけど、これ牝馬の馬なんだな。まあもちろんダイワスカーレットがいるから出せないですけどね。フォックスブレートとかにする。あ、かぶる。11月1週かぶるのは何でかぶるんだ。あー、オーストラリアの方は被るんだ。ん？オーストラリアは被る？なんで？エミレーツ簡単。違うわ。被るレースが違う。11月1周で被るのはなんでだろう。え？なんで被るんだ？ああ、ブラックキャビアが竹豊だからか。こんな変えればいいと思います。若手を乗せましょう。しっかり三浦くんです。で、エリジョに行って天のヒーローと被るのか。意外な罠。
藤岡くん乗せましょう。これなら大丈夫でしょう。もう一度自走ローテ確認。花盛りはなんだこれ。でも圧倒的に強かったのにもったいないですね。 G1 クラス出さないには。ナビスタ、芝ダート両対応か。ここ出してもいいか。で、11戦11勝おかしいだろう。ザルカバ、シュクータがトゥーラック市販で、さあ魔の椿が、今三冠をかけます。すごい素足でしたね。天のシャメール、ホップロックか。一番人気馬は何だったんだろう。松井田豪歩とかも強かったですね。クラブ馬、こちら当選状なウォッカー、当選状だ。もう終始ゼロ、プラマイゼロですからね。お、クラブ順位2位になってる。リーニング、あー、いい勝負してるよね。3位ばっかりだったのに、これいずれは首位取りたいですね。ライスもいます。まだ現役だ。ステイゴールド、ハットはちょっと物足りないが、お、ハリポターが400万だからな。フィットもよくつけてもらってるよな。セウスカイも9頭か。ガンビット5頭。はい、ということで、ウィニングポスト9 2021、今回はここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。次回は
10月3週からですね、秋競馬もいよいよど真ん中となります。ブリーダーズカップや秋の天皇賞、秋華賞、菊花賞、大レースが続きます。ぜひお楽しみに。今回の配信はツイッチでお届けいたしました。ツイッチぜひアカウントのフォローお願いいたします。プリーズツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブですね、YouTube に2日後ですので12日の21時にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。マイ YouTube チャンネル、ディスライブアーカイブアップロード2 days after マイ YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントも ございます。 Twitch のチャット欄にアドレス記載しています。ぜひアクセスしてみてください。アカウントのフォロー、ポストのリポスト、いいねもお願いします。 TwitterX マイアカウントビジット&アカウントフォロープリーズ、リポスト&グッドボタンプリーズ。ということでウィニングポスト9/2021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。